でございます。今日も新女神転生デビル様なセガサタン版です。いやー、今日また配信外でやっていたんで疲れましたまあ若干レベル上がったかな。あ、そうだ、この配信は Twitch でも配信しております。 YouTube ではログも見られます。Twitter では配信告知で、 Discord では Twitter 的なことをしております。 URL は掲示板トップを参照のこと。今日は忘れませんでしたね。お晩です。お晩でございます。さて、とりあえず大変ですね W ねえ、まあ一応告知というかね、宣伝だけはしておこうっていうねそういうことで、覚えていたらちゃんと言っておきましょう。あ、そうそう、ブラックゲートね。加速を切る、オフ。あ、大変ですねってあれか、配信外でやっていたってこといや、やんないとこのゲーム先進まないですからね。あ、メガテンの方ね。せーの、ほい。ここぐらいかな。ブラックゲートの立ち位置注意ですね。あー、ブロックしてる。ちょっとまあいっか。あー、よくない。連続で失敗してる。せーの、ほい。ここぐらい下すぎないように注意。ああ、またブロックしてるし。下すぎないようにって言ってるのにね。せーの。じゃあここぐらい。下の人に引っかかりそう。あ、ギリギリか。これぐらいでいいかな。Stop the avatar! I will come through the black gate now. 悪くないタイムか。Do not let him near. ここぐらい。So あ、結構早い。自己ベより100分の2秒。ちょっと遅かったぐらいですね。ああ、しまった。最後、プリズムを置くとき迷ってしまった。いやこんな簡単に、自己ベを、ほぼ自己ベのタイムが出ちゃうんだ。なるほど、なるほど。ということは、本当、一番最後、立ち位置の問題ですね。あと、いかに道中ダッシュするか。そこら辺をきっちりやれば1秒台見えてきそうですね。いやいや、久しぶりの2秒台というか2回目の2秒台ですね。ということで、デビルサマナー行きましょう。音が切れてる。
14回目で、テレビ局、局違うね。楽に倒せるようになったのはいいけど、やっぱどうやっても時間食うんですよね、このゲームの戦闘って。ゆえにすんごく疲れた。あとなんかゲーム内の時間がずれる、何なんでしょうね。ほら明らかにタイムがおかしい。プレイしていたのをさっきまでないのに。レベル40になりました。3レベル上がったのか。メディラマ覚えましたね。あとはました。2体が限界でした。そんな感じかな。いやー、この3人が、この 前衛3人が強い強い。ちょっと合体からいきますか。レベル41作れると思うんで、まあこのままでいっか。一歩歩くごとに10マグネタイト減っていくんですよ。あんまり歩きたくないんだけど。あと昨日聞いた、同じ選択肢使うと仲間になりやすい、会話がうまくいくっていう、確かに本当っぽいですね。やっていて確かにスムーズに会話が進むのはよく選んでる選択肢だったんで、今後はもう一点集中の方向でいきましょう。ああ話変わってないか。プリンシパリティとパワーはちょっとまだ合体させない方がいいかな。道中で出てくる場合辛いですからね。なので天狗と、ハンサでナーガ、38か。天狗、ヨモト戦でアマゾン、あ、これを作ろうとしていたのか。もうちょっとですね。じゃあこれはいっか。だったらば茶、いや、カワンチャは多分レベル的に合体させてもどうにもなんないと思う。現状レベル的にギリギリですからね。雪ジョロ、ビゾフニル、
これパワーか。45。ローレライ。ホラ。ホラワカ。悪くないね。悪くないけど目立つところもない。ビービルってなんだっけ。プルキシー。ほう、これ作れるな。いや、前衛勢は次のレベルで変えるからいいとして、後衛勢が欲しいんだ。少女、雪女王でサキュバス。でもひたすら誘惑ばっかりしてそう。合体厳選のお時間でしょうか。 W どうしましょうね。ああ、これも強いな。前衛では辛いけど、マハブフ、なんか光栄でひたすらセクシーダンスやってそうな気がすんな。使いづらそう。ローレライ、バーチャー。44か。やっぱレベル的にあと 2とか3上げれば一気に火力上がりそうですね。まあ現状今のところこのメンツで戦えるんで、現状維持でいっか。ただ問題点としては、主人公を後ろに下げたおかげで行動が遅いんですよね。どうしたもんかって感じですか。金の矢で物理って魔法の反射の呪符補充しておこう。ボス戦で本当に使えるかどうか確認したいんで、それをやるためにも在庫はいっぱい確保したい。あ、なんだ、22個とか持ってんだ。じゃあ持てるだけ買っちゃおう。フエンジもいい。いやー、まあ、買っとく。結構数あるな。ほい。あと戦闘で蓮舫さんを鉄砲じゃなくて剣で攻撃させるようにしました。その方が火力が高いし敵全体攻撃できるんで火力上がった。必要に応じてガン使う感じですね。あのガンとか武器に乗ってる特殊効果、追加効果の発動条件わからないからね、特殊弾撃つというのもいまいちもったいないだけなんで。こっち、さて、じゃあテレビ局行きましょう。いや、ネットで情報あるかな。テレビ局に会議が。ああ、またオフ会の誘いか。今の女悪魔見て思い出しましたけど、ああいうヤンキー座りって外人、アメリカ人とかできないそうですね。マジか。じゃあヤンキー座りとは一体何なのか。ヤンキーってアメリカ人のことですよね。
何なんでしょうね。へえ。体格的な足が長いがゆえにやりづらいんでしょうかね。なかなか面白いですね。ありがとうございます。あくまでイメージなのかな。あくまでイメージとして日本人がやるああいう座り方がってことなのか。あーこれどうしよっかな。エストマ使って探索して一気に攻略しちゃう。多分敵出てこないと思うんですよ。レベル頑張ってあげたんで。封印使っていくか。となるとマグネタイトがひたすらに消費されていくだけ。まあしゃあないか。広いね。あ、何も表示なくてもエレベーターなんだ。違う違う違う、階段なんだ。うわー階層結構あるね。階段がある。こっちもある。ここにもある。中央が怪しいな。外周ぐるっと回る感じかな。あ、違う。え、テレポ、うわ。テレポは分かりづらいから好きじゃない。一方通行か。このよくラーメンの丼に書かれてるマーク何なんでしょうねこれ。これで内側来たのか。いだいだ、すまた。リフトマ、うーわ結構食らってる。リフトマ、そうだ、アイテム補充忘れてた。まあ傷薬いっぱいあるからいっか。うん、おーってことはこっち外れか。ルートでよろしいでしょうか。うん、誰かいる。ほう、局員、怪談話や怪奇現象のネタは季節外れもいいとこだぞ。撮影中だと思ってるんだ。うん、まあ入れた段階で、あ、入れた段階でね、そこそこ関係者だっていう。これ1階じゃない。これ1階だね。なるほど、こういう作りになってるんだ。
あれ、こんなとこに階段ある。で、ここはどこ？あー、ってことはここもしかして来たとこ、いや違うな。あれ？これしかないってことはもしかしてテレポーターって階層またいで飛ぶの？分からんな。上行くか。え、ってことは3階が、いや違うな、他の階段で確認してみるか。3階、まあいいか、3階でいいか。あ、よくよく見るとここ行ったことない右かな。3階から3階だよね。これどこ？あ、ここも行ったことない。あ、そうか。こうやって階段越えて行ったんだ。上。止まりか。ここからさらに下がったらどこに出るの？ああ、四隅のやつか。で、ここが左右両方一定ある？これでどこだ？あー、そういうこと。正面が行ったことない。そこダメージっぽいな。うん、となるとこっちルートで行った先にある扉を右か。
あ、エレベーター、今2階だよね。3階見てみる。あ、これなんか右側に繋がってるだけっぽいな。下手すればまた落ちる。あ、だね。これは4階行こう。幽霊ってことはボス幽霊かな。現代なんということでしょう。現代も過去もなく幽霊は変わらないと思うけど、うん、仮に誰かが否定してしたとしても目の前の現実変わるわけじゃないけどね。どっちかな、左かな。あ、こっち階段だ。まだいける。そこ落ちるね。あ、アイテムだ。あ、ガイアガード。ガイアガード。あ、足だ、やった。あ、やっと、やっと失った足装備が。拾い物で回収できた。ありがとう。あ、え、危ない。こうしないんだ。ああいう一マスだけのとこ怪しすぎて行きたくないのに普通に突っ込んじゃう。下行くと、あ、間違った。これ下行くとどこだ？まあ上しか行けないか。6階まだ行ける。8階か10階かな。なんもないんだ。あ、いけない。一通だ。まだある。あ、いける。確かテレビ局空中回路ありましたよね。こっちつながるルート進むんじゃないかな。
おい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 。ってことは8回正解っぽいな。ここですか。どっちから上上がったんだろう。まあマップだけ作るか。少なくとも入った形跡はある。あと正面のここ入れそうだね。ダメか。ここもない。左が落ちた。あ、やっぱり。いや、知ってた知ってた。ってことはこっちルートから行けばいいのか。8階に上がっていけばあのアイテム取れるのかな。あーぽいね。速さの子 PZ パンツァーファースト。ありがとう。この時代ってことはパンツァーファースト3とかですかね。速さの子速さの子貴重品にペトラノが入ってる。速さの子これか。どっちがいいかな。どっちでもいいんだけど、まあ主人公で。なんかこれ見えていたアイテムと違う気がするな。AD ギタリストのスピーディー動力室で見た。危ない薬に手出していっちまったあのスピーディー違いない。ほう、なんかそういうネタがあるんでしょうかね。これ落ちるっぽいな。ダンジョン BGM が使い回しなのが時代を感じる。場所ごとに一個一個作るっていう、そういうことをしないのが、まあそこはそういうものでしょうかね。ある程度は許容でしょうかね。そっか、今のゲームってダンジョンごとに音楽変わっていたりするもんなんですかね。新しめのゲーム、あーまあそうか。新しいゲーム何、ニーヤオートマタとか。私遊んだ新しめのゲームってそれぐらいしか思い浮かばないけど。そんな、あーしまった、月が新月過ぎてた。うーわ、このメンツ知らない。このテレビ局エレベーターないの？
エレベーター中央にあるみたいですね。ただ異界化してるんで、そういった施設系もみんなぐちゃぐちゃになっちゃってるみたいですね。2階から4階まで行くエレベーターはありました。まあやるか。あ、間違った。飛んでるやつは鉄砲撃った方がいい。あ、そんな効かないですね。うわ、強っ。一ターンで倒せないとか。おい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 、やめ、危ない。ちょっとムードとかやめて。呪い殺し、呪いで殺してくるやつか。あ、物理弱いね。ちょっと当ててくださいよ。うわー、バインドか。全然当たらん。よし。もうやっぱ強いからいいですね。まあエストマ使っちゃおう。戦っててもいいんですけど、なんだっけ、不縁寺か。前回は正面行った。しまった。なんか扉怪しい。あ、いや、電波塔行きますか。いや、ちょっと一旦の電波塔の動力室ですよね。一旦ここでセーブしよっか。で、回復もしておこう。どこでもセーブ、なぜか消費アイテムなんだっけ。そうです。バックアッパーとかいうアイテムで、それを使って1回だけセーブできますね。多分主人公が持ってるコンピューターのバックアップだと思うんですけど、ねえ、複数のストレージ持ち歩ってほしいですね。つらい。1個しかないのがつらい。イエス。なんか明らかに変なとこに繋がってるっぽいね。だったらもう一体呼ぶべきだったか。あ、なんだ、まだ続く。ん？
15、13、8、4、1。続編だとバックアップソフトインストールすると何回でもできるのにね、うん、へえ。そういう点で難易度相当下がってますね。羨ましいですね。くしょ、悔しいから上から見ていこう。装備品とか落ちてないかな。ガイアなんとか、ガイアガードか、あれ拾えたんで他の装備も欲しいな。ひゃー、階段か。うん、さらに登れる。あ、違う、単純に15回行くルートの扉か。あ、しまった、ここイベントだ。あ、大丈夫、これ上に登っていくの正解なのかな。動力室下にあると思うんですけど、機械化してるから上に動力室あるのか。展望台に動力室。うわー、これ主人公よりレベル高い。なんだこれ、これモスマンか。あ、正解だ。なんかやばそうだな、普通に殴ってみようか。物理は効く。大して火力もないな。ってことは魔法系でなんかやってくのか。昔ゲームは1日1時間とか言ってた人いたけど、うん、RPG はクリア無理やろがい。高橋名人ですね。あれはあくまでゲームは教育に悪いという PTA に対する方便ですからね。あくまでパフォーマンスの一つですから、しゃあないしゃあない。そう、高橋名人のラジオで公言してましたからね。間違いないはずだ。でもね、お隣のチャイナって国だとネットゲームは、いや普通のゲームを含めてね、週に3時間でしたっけ、ゲームを制限するそうなんで、あくまで標語として。うーわ、全英が。ん？考え直してもいい。でも仲間になんないよね。着替えてくるね。はーい。まあ被害が最小限になったって点でよしとしよっか。あの発言内容を見るだけなら、むしろ同じ業界内からの批判が構想だけど W。 当時はね、まだネットとかなかったから、ああいうまあゲーム系の批判、まあインベーダーゲームの頃かもそうだしね、風当たりが強いってことで、ああいう広告塔的な目立つ有名な人がそういうことを言っておくってことで、発言したってことで、火消し的な意味合いも含めて業界的にはまあそういうものとか考えたとか、そんな雰囲気がありそうですけどね。あれ、なんもない。逆か。実際日本でもどこでしたっけ、香川県でしたっけ、あのゲームの条例ありましたよね。ああいったので批判されてることからもしても、まああれは根拠無根ですからね。根拠なしの
手な思い込みというか妄想的な感じの条例でしたけど、ああいったもので批判が出ちゃってる以上、今本当に同じようにゲームは1日1時間なんて言ったらね、叩かれる炎上必至でしょうけどね。モスマン戦いたくないんだけど。あ、しまった、レベルちゃんと見とけばよかった。うどんはうまいのになただあの上の方がなかなかね、ああいう妄想に釣られちゃったって感じみたいなんで。お、ナイス。やめてー。よしよしよし。話しかけたらもしかしたら仲間になったんじゃないの？W。 ああ、さっき着替えてくるねとか言ってましたね。じゃあもう一旦減らしたら話しかけてみましょうか。この人強いんだよね。避けるね。マハギ、マハラギか。うわ、ダメだ。ちょっとこのメンツ、今のメンツだと格上相手だから大してダメージがないですね。これボス倒せる？うわ、全然倒せない。ちょっと待って。これ強すぎ。あ、やってた。呪殺反射、危険ですね。あ、着替えてきたぞ。はい、仲間になれ。なんかくれ。500くらい。ジャクラポット、ダメでした。レベルいくらだ。なるほど、ああいうイベントの後本当に続いてることがあるんだ。あ、まあ確かに前一回あったか。幼鳥モスマン44、無理ですね、レベルが足りない。幼虫か。ああいうイベントがある場合、レベルが低くても仲間になってくれるのかな。モスマン怖いんですけど。
お、化粧王人って何？化粧王人。あ、剣だ。ほう。ステータス結構上がりますね。エピックで期間限定ゲリラ配布来てました。配布期間は短い模様です。リンク。 ありがとうございます。これ前列に入れたら装備しましょうか。エピック。18金2064リードオンリーメモリーズ。へえ。オールドスクールアドベンチャー。モダンストーリーテリングエクスプローモアザソーシャルチャレンジングウィーウィルフェイストゥニアフューチャー。一体何があるんでしょうね。うん。未来の街、未来の都市を探索していくゲーム。ネオサンフランシスコ。ほう。これ英語オンリーかな。日本語ないと遊べないけど。ああ、ないですね。オーディオテキストともにイングリッシュ。フォント的に、まあ、機械翻訳できそうかな。いや、ありがとうございます。ちょっとこれ いただいておきましょうか。可愛いドット絵でグロでもあるんでしょうか W。 やってることはエグいっていうね。十分ありえる。ほい、よし、 OK、 ありがとうございます。唐突にセールが来るとは、セールじゃないや、配布が来るとは。あー。これ向こう側からだとアイテム取れないってやつか。うん。あ、ここ来たことないわ。19。もうゲームは最近はデビルサマナーとローグダンジョンのテストプレイと、あとたまになんだっけ、スチーム版だと日本語あるみたいですけど、これが流用できればいいんで、スガ W なんて言ったっけ。あれ、今スチームオフラインモードだ。なんだ、ダンジョンマンか。それぐらいしかやってないですね。あ、そうなんだ。スチームだと日本語あるんだ。日本語かじゃなくて日本語入ってるのかな。ということは、もしかしたら表記がないだけで入ってる可能性があるのかな。それを期待しましょうか。ありがとうございます。ストーリーが主体となっているゲームだと、話がわからないとゲーム全然面白くないですからね。
階段だ。20階。階層的にさすがにこれは教えてもいいよな。なんかくれと言われて、うん、マグネタイトとか現金あげるときだけど、マグネタイトは相手のレベルアスタリスク10以上、お金はアスタリスク100以上あげると満足してくれやすい、うん、あ、やっぱそれぐらいなんだ。私もだいたいレベルの10倍プラス100とかそれぐらい上げてました。お金は上げたことも ほぼないから試したことないですけど、マグネタイト上げるときにはだいたい相手のレベルだろうと思われる数の10倍プラス100ぐらい上げてましたってことはだいたい合ってたんですね。いや、ありがとうございます。ちゃんと基準あるんだ。たまに数百、100マグネタイト、200マグネタイトでも仲間になってくれるやつがいるんで、基準がいまいち分かんなかったんですけど、やっぱりレベルの10倍ぐらいで合ってるんだ。ありがとうございます。ほんと自信もなく、この辺だと比較的仲間になりやすいなっていう感覚的な値でしたけど、わーこれダメージだ、いやー止まれなかった。やって、ちょっと待った、なんか食らってる今のは。あー、パラライズかってことは、ディスパライズで、パラレディか。ほい。あ。さて、ボス戦か。探索全然できてないけど。誰がいっかな。回復要因でプリンシパリティ入れるか。で、あとは回復しちゃえばいい。うん。主人公と霊峰さんで、テトラカンとマカラカン使って、で、ボスに対して反射で引くかどうか、で、反射でどうにかなるならば、ずっと使い続けて、悪魔たちに倒してもらうっていう、そんな戦法でいきましょう。ちなみに、自分のレベルよりも高い悪魔は、理論上は、仲間にできるポケモンみたいに言うこと聞かないということもない。へえ。あ、一応仲間なんだ。私、レベル、自分のレベルと同じもしくは以下じゃないとダメって思ってましたけど。ありがとうございます。あと、ポケモンやったことないんで、わかりません。ありがとうございます。オルゴンゴースト。エナジーがみなぎる。電波が、電流が、怨念が集まる。やばい電波さんじゃないですか。気持ちいいぞ、お前も俺のエナジーにしてやるぜ。ってことは魔法系かな。マカラカン間に合うか。金魚部もち、普通には仲間にならないんで、多分、そのうち方法に気づくと思う。ほう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 。なんだろう。前列の敵全滅して、後列のが前列に移動してきたときに、殺さないでくれとかなりますよね。あと戦闘中にもなるか。ああいう条件とか。もしくは、なんだろう。混乱させてとか、もしくは、満月の時に会話できる悪魔いるから、そういう時にやるとか。試してないからわからないってね。主人公の方が早いから、
これ陳海部で、蓮舫さんが金業部、プリンシパリティは5。お、デフェンス下げた、えらい。よし、これでマカラカーンとテトラカーン、アクティブソング、魔法アップか。いやそれハマ聞かないでしょ。あ、ポケモンはスタッチを揃えていかないと一定のレベル超えたポケモンは言うこと聞かなくなる要素がある、うん、そんなことになる人はめったにいないけど。バッチってな、何すいません、わかんない。確かアニメだとあのジムでなんか認められるとバッチもらえるんでしたっけ。ゲームの方だとバッチの意味がわかんないけど、ゲームの攻略状況とかのシーンかな。すいません、ポケモンわかりません。あとアニメもほとんど見たことないんでやっぱわかんない。アイテム金魚符、少なくとも効率でも敵より早くと分かったんで、しばらくテトラカンとマカラカン貼ってこう。ほい、いやー聞くね、デバフプラスこっちにバフかけてるから火力上がってる。よしよし、最後避けたか。これはぜひチームにポケモン来てもらわないと W。 ポケモンいろんなハードで出てるから遊べない。ジムの所長ごとってガッチ王奪することで話が進むんだけど、それを取らないとレベル制限があるわけだね、うん、はあ、キャップ解放のためのアイテムってことなんだ。なるほど、ポケモンはね、一作目発売から存在は知ってましたけど、うん、あまり流行ってるがために私は全力で避けてました。あまり人気すぎて自分も手を出すのは負けかなと思ってしまって全力でスルーしてましたね。それゆえに、うん、全然わかんない、知らない。金茶陳海符金業符、うん、避けるね。あとこれあれか、天狗だけがバフかかってるんだ。サンダーブレイク、あ、やっぱ反射してるよね。あ、やば、この戦法ありだな。主人公とヒロインは反射のアイテム使い続けるだけで仲間任せ戦法、これ現状では有効ですね。ただ最大30ターンしか持たない。魔法で使えればな。多分レオさん、一応アニメのポケモンでも強くなりすぎて言うこと聞かなくなって封印しちゃうという動物虐待レベルの話もある、うん、育ててはいいけど飼育放棄的な感じですか。それはそれで面白いですね。 ある意味社会問題取り扱った系ですか。モンスターとかを仲間にして刺激するゲームってメガテン代わりとしそっぽいんですかね、W。 はー、女神転生シリーズってそういった点でも新しいというか独特だったんだ。確かに人間仲間加えて
戦っていくゲームはあるけど、まあ、ウルティマとかね、ウィザードリーとか、確かに敵を仲間に入れて戦っていくってのは確かにその昔のやつでは聞かないですね。そういうことなんだ。だからゆえに、だからこそ、何よりそれで面白かったからこそ、未だにシリーズが続いてるってことですか。直系ではないにしろ、系譜は生き残ってると。ポケモン、手持ちのハードで遊べるとしたらなんだ？初代 Wii と 3DS、ゲームボーイアドバンス。かな。一応ゲームボーイも遊べるけど吸い出せないからな。ああとゲームキューブもいけるか。ん？あいけるいける、キューブもいけるか。 Wii で Wii 経由で吸い出せる。そのあたりでなら遊べますね。ただ種類がありすぎてわけわからんですけど、いや強い強い。タウントのバフデバフが強力すぎますね。やったった、楽勝でした。いや天狗強いな。というかあれか、バフデバフが強力すぎるんだ。蓮舫さん、回復じゃなくてサポート系にすればマカラカン、テトラカン使えたのかな。でもそうなると回復困ると思うんで、回復にしたのは間違ってはいないと思うんだけど。モンスター仲間にして戦うとかめっちゃバランスやら色面倒くさそう、うん、確かにね。あの敵となって戦う、敵として対峙する場合、任天堂がチームに進出するか専用アプリを PC でリリースするかどっちかと思っている W。 なるほど。どうでしょうね、 Steam に参入はないんじゃないかな。あるとしたら自分でプラットフォームを作ってやりそうですけどね。あっさり撃破ですか。撃破です。 W、 あのテトラカン、マカラカン戦法が有効的すぎた、実質完封しましたよね。なのでこの戦法は今後もちょっと使っていきましょう。通用しない敵以外はこの戦法でいけると思うんで。いや強いわ。テトラカンマカラカンがここまで便利だとは思わなかった。1段しか持たないから使い道ないなと思ってましたけど、速度が行動速いキャラが使うことで圧倒的有利になるってのがよくわかりました。うん、専用アプリ、確かにその辺でしょうかね。もしくはあれかな、ネットワークプレイ的な感じで、ゲームの処理自体は任天堂のサーバーが行う的な、ああいう関係でやってくるとか、どうでしょうね。うん、あそうそう、あの実際自分で戦う敵と仲間になった敵のパラメータ全く同じ状態であのゲームが進行するっていう点でバランス調整は本当難しそうですね。一歩間違えば簡単に崩壊しちゃう、バランス崩壊しちゃうでしょうからね。となると速さかな、速さ上げるの正解か。いやでも通常の戦闘だと辛いから力かな。いや違う、速さ上げると命中率も上がるのか。いやとりあえず20を区切りにして低いの上げよう。耐性で防御力、今効率だな。ポケモンは宗教団体から叩かれてるところはメガテンと同じ雨。え、メガテンだったらわかりますけどね。メガテンだったら宗教系の敵、悪魔ばっかりなんでわかりますけど、ポケモンが宗教団体から叩かれる理由がわかりませんけどね。
なんかやばいことやってんですかね。あの動物愛護団体からあの叩かれてるのは聞いたことありますけどね。視力かな。あ、ペトラディ覚えた。あ、音楽がこうなったってことは、あと壁のモヤモヤなくなってるから、もう敵は出ないんでしょ。まあ前列は出しておこう。あ、さっき入れたとこなくなってる。うわー、やっぱ途中なくなってるんだ。ポケモンは進化論前提だから、神が生き物を生み出したと考えてる宗教の人たちは怒ってる。なるほど、なるほど。確かにポケモンって進化してますよね。だからあの ID インテリジェントデザインのあの方々が怒ってるんだ。なるほど、そういうことか。だったらフライングスパゲッティモンスターもね、一緒にポケモンの中に、たまたま見つけたゲームですが、なかなか面白そう。ローグダンジョンに似てるかも。リンク。フライングスパゲッティモンスターか。ねえ。FSM、あれもポケモンに一瞬とかに存在しないでしょうかね。ダメですか。なるほど、そういうところで怒られてるんだ。それは盲点だったな。ありがとうございます。どちらかというと、ポケモンを性的な目で見てる大人がいるから叩かれて、そうだけど W 違うのか。確かにそれもありそう。ねえ、かの国はね、一部の方のレベルが高すぎて、ねえ、ドラゴンと車とかね、ピンクのポニーちゃんとかね、本当日本のレベルを高いとかね、そんなこと人が言うけど、自国のレベルの方がもっと高いんだよってね。やばさのレベルが違いすぎますからね。そういう点でポケモンをそういう目で見ちゃうんだ。どんだけ変態ですか。やばいですね。下手にエロを規制するがための弊害ですか。これは何ですか。パスオブザアビス。たまたま見つけたゲームですけど、なかなか面白そう。有名なミュウは開発者がお遊びで入れたモンスターだし、意外といけるんじゃね、うん、なるほど。空飛ぶスパゲッティ的なモンスターをこっそり混ぜ込んでおいても大丈夫ですか。やばそうですね。これがいるから進化論も意外にも存在するんだよってね。なんか虹読みちゃんみたいですね。ローグダンジョンに似てるかも。ほう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 。ちょっとトレーラー見てみようか。ゲームの音楽止めないと。パスオブアビス。まだ発売してないんだ。これどこから？鈴木だって。いらっしゃいませ。一瞬ブラスフェマスかと思った。あ、トレーラー一瞬で終わっちゃうね。あれか、ダンジョンマスター的な感じなんだ。なんだっけ、昔遊んだレジェンド・オブ・グリムロックとか、ああいった系のリアルタイム戦闘ですね。あっちは移動しながら殴れるか。確かに、
ローグダンジョンっぽいですね。このウェイト入りのリアルタイム戦と、これダンジョンの移動にモーションブラーかかってんの気持ち悪いですね。結構シンプルだし、ウィザードリーの亜種って感じなのかな。ウィザードリーというかウィズプラスダンジョンマスター。モノクロのペン画で表現されたダンジョンを自由にカスタマイズしたキャラクターで探索し最奥を目指す。特徴、主観視点の RPG、 リアルタイム戦闘。ほう、モノクロの画像ってのがなかなかいいですね。ゲームボーイかよってね。ほう、へえ、こういったゲームは出てるんだ。あ、下にレジェンド・オブ・グリームロックがある。あの、フォール・オブ・ザ・ダンジョン・カーディアンズ。これもありますね。確かに同系統。あ、これもその系統なの？東方の迷宮って。まあ、東方一個もやったことないけど。あー、こっちは水的な感じか。なるほど。ツイッターがありますね。粉っぽいものが好きです。ハクスラ風味のダンジョン RPG 作ってる。これインディーライブエキスポにエントリーしておきました。あ、デモ版作ってるんだ。ほう。あ、これ楽しみですね。ウィズ系統ってなぜか日本で受けたけど海外じゃ、そこまでじゃないんだっけ。そうなんだ。だからこそ日本でウィザードリーの亜種がいっぱい作られてるのか、亜種というか外伝がいっぱい作られてるのか。海外だとグリームロック的なああいうダンジョンマスターの方が受けてんでしょうかね。そういったゲームいくつもありますよね。ほう、あ、これビクシブか。これは体験版を楽しみにしましょうか。あ、これもビクシブか。完結作の WIZ8 知ってる日本人何人いるのかってレベルだからな。ウィズ8は日本語化されてないんでしたっけ。無理やりできるんでしたっけ。それゆえにプレミアついちゃってるし、ね、日本語化できた場合でもなんか一部バグるとかでゲーム進行不能になるらしいですから、やっぱ難易度はねっていう。少なくとも私が PS の頃買ったセブンウィザードリー7は難しすぎて早々に投げましたね。買って速攻売っ払いましたね。こりゃ無理だと。当時の私には難しすぎた。まあ、何よりロードが長すぎてやってられなかったってのも大きいですけど。いや、ありがとうございます。これウィッシュリスト入れておきますか。ウルティマもいいお値段しますよね。 W しますね。ウルティマコンプリート普通に2万だか3万してますね。確かにあのゲームを日本語で遊べるのは非常に価値があると思うけど、高すぎですね。
権利関係あってねえ、再販とか難しいのは分かりますけど、ああまあそういう点では一応プレイ動画アップロードしてあるのは若干でも意味はあるのかな、現物を見てもらえるって点でね。どうでしょうねまあ大して再生数じゃないしそんなもんか。あ、12月にデモバージョン、あーだね、楽しみにしましょう。ありがとうございます。おいくら前で売るんだろう。伝説のウルティマ7は日本語で遊んでみたい。ああ確かに一番面白いって言われてますからね。残念ながら前編のブラックゲートしか遊べないっていうね。そして今もうちょっとで完成するサーパントアイル、楽しみですね。あのサーパントアイルを訳している方が、作ってる方があのブラックゲート自体の翻訳にも手を入れてるんで、より良い訳で遊べるみたいですね。ブラックゲート結構翻訳が怪しげでしたからねちょっと意味わからんってのが多かったけど、ね、そういった点も含めてもセブンやっと遊べるようになる可能性が大ですね。翻訳にトマト選手も、ね、関わってますからね。そういう点で品質は間違いないですね。いや、ありがとうございます。楽しみですね、このゲームも。とりあえずデモ版やってみたい。え、なんでイースが並んでんの関係なくない？ほう。あ、ウィザードリー。配信予定日 TBA だって。これ結局、続行ないままでしたっけ？エルミナージュゴシック。これ日本語ないんですよね。6月以降情報公開なし。トマトさんであって選手ではないかもしれませんよ W。 いや私はトマト選手と信じてますね。世界で探してみても平和になった世界が、舞台の RPG って点でも7はすごい。そうか。これから侵略されようとしてるところで主人公たちがっていうやつですからね。確かに侵攻されるのを止めるためにいろいろやってるって段階なのか。あのブラックゲートがねえ、ガーディアンを召喚するための装置なんで、あれを壊すのが目的のセブンですからね。確か確か発売延期6月しかないか。エルミナオリジナルだと PC パッケージ版のデータを Steam に上書きして日本語化できたって情報は見たことある。へえ、パッケ版 PC 版なんてあるんだエルミナージュそんなだったんだ。なんか PSP 版とか出てたなーっていう気はしてましたけど、多分遊びやすさ的には入手性的には最後の最後に PSP でしょうかね。俺が悪いやつだ、これから悪いことするぜって出てきて終わりじゃなかったっけあ、そうでしたっけなんかなんとなくその後のね、全く唐突にね、異世界に飛ばされた8とかね、そっちのイメージが強すぎて7ってなんか今一つ覚えてないですね。あ、そうかそうか、あのサーバントアイルを遊べばなんでアバターがあの異世界に飛ばされたのが飛ばされた理由がわかるのかな。多分そうですよね。ガーディアン
セブンか。セブンはセブンで、ねえ、ひたすら何かするたびに腹減った腹減った言うから、お肉をね、押し付けるゲームっていう、そういうイメージばっかりですね。ちょっと戦うと。ゴシクは PC パッケ版はなかったかな、うん、オリジナルだけかと。うんうん、ありがとうございます。なるほど。あ、さっきのはエルミナージュゴシックか。オリジナルだといけるんだ。すいません、ありがとうございます。あんまり区別してないですね。8月に権利についてが上がってるだけなんだ。ああ、これは開発者じゃなくてユーザーのコメントか。開発者のコメントはやっぱ6月の延期についてたどまってるんだ。ほんとこのままストアページが消えていきそうで怖いんですけどね。はあ、こんなこんな十何年ぶりに更新して、あ、十年じゃないか、何年ぶりに更新しといて結局止まっちゃうんだね。サイトも止まってますね。いや、ありがとうございます。いやー、なかなか面白そうなインディー系と、そしてウィザードリーはやっぱり止まっていた情報。うん、ま、しゃあない。ってことで続きいきますか。まあとりあえず通常のウィザードリーやれって感じか。1から7まであるけど、いや1から8まであるけど、8は日本語かパッチ手元にあったかな。ちょっと覚えてないな。なんかバグるとこだけ英語に戻せばいいらしいですけどね。これ話変わってないな。あ、背中丸めすぎて息苦しい。なんか話変わってる。依頼来てる。今度は警察署か。署内は悪魔だらけ。日本語をハブるにはやめてくれ。バルダーズゲートさんもハブられてる。ピラーズオブエタニティは日本語化してくれた人いたけど。ああ、ピラーズオブエタニティは某 FC かな。 RPG スクールのクローンゲーとして新女神転生がありましたね。 W よく作りますね、スクールで。そんな拡張性ありましたっけ。ありがとうございます。ああ、戦闘はスクールのままで、ストーリーを女神転生にしたって感じなのか。日頃の恨みは忘れて。すごいね。ちょっと興味あるけど、やっぱりストーリーはオリジナルで見てみたいかな。本当日本語、まあ、確かに大規模系だとね、文章量多いゲームだと割に合わないのは分かりますけど、だったら日本語がしやすいようにしてほしいですね。今のスクールはスクリプト言語搭載されてるからできる人ならいけるでしょ。あ、そうなんだ。昔はもう出来合いの型に自分の、ね、テキストを埋め込んで書き込んで、あと
存在してるキャラクターを配置していくだけっていう、そんなぐらいのイメージでしたけど、スクールってそんな進化してるんだ。何でしたっけ、 RPG 作れないってありましたよね。ああいったのを見てしまってるがゆえに毒でもないっていうイメージありましたけど大丈夫なんだ。 ありがとうございますスクール舐めておりました。ああだからスチームにスクールゲーっていっぱいあるんだ。より作りやすいと。あ、そうだ。F 氏が DJ さんの日本語化スクショ公開してましたね。W。本当にやるんだ。なるほどなるほど。ティラニティじゃなくてなんだっけ。なんとかエリジウム。あっちが DMM だから日本語化でしたっけ。それゆえに映っちゃった方向が、基本から全部スクリプト制御してて全部いじれるから。いや、ありがとうございます。進化してるよ。スクリプト搭載初期のはショップからスクリプトで作れってなってて叩かれてたけどね。そういう基本的なものも自分でやらなきゃいけなかったんだ。それは怒られますよね。パターン的なもの、誰もが必要とするものぐらい最初から用意しとけよっていうね。確かにその通りだ。そうなんだ。そんな作るって変わってるんだ。要はもう作る側の、作る人の知恵という気次第ですか。そういうスクリプトとか搭載してるからバグるんですね。いや、バルダーズゲート3 すごいな。本当はああいう大規模ゲーを翻訳しますよね。 FC すごすぎですね。ああ話変わってない。となるととりあえず回復して装備系の確認か。まず装備品が変わってるかどうか見よっか。変わっているならばマグネタイトをお金に変換しようね。変わってる変わってる。出会ったら刺されませんか。大丈夫ですか。W 唐突にねえ7144さんですか。はい、ザクってね。ありそう。なんか主人公のストーカーっぽいですからね。怖いですね。装備はどうしよっか。高熱から攻撃できる。ディズニティの有志日本語訳譲渡事件あったけど、あれは結局どうなったんだ。結局うやむやのうやむやのままでなんでしょうかね。なんかいや翻訳の品質が微妙とかいろいろ聞きましたけど。でもあの方が、あの代表の方が何でしたっけ。なんか大きいゲーム翻訳してましたよね。D&D 系のバルダーズゲート系の何か、おそらく翻訳されることはまずないだろうって思われていたゲーム、トーメントか。トーメントを翻訳してましたね。過去のことはなかったことにされてるのかな。どうなんでしょうね。すいません、あの続報は調べておりません。南部百式。あ、鉄鋼弾が増えてる。あ、強いね。
となると剣か。前に出ないと攻撃できないのかな。まあ前には出ないだろうっていう前提で現状はいっか。鉄砲だけ買うか。でも鉄砲も現状使ってないけど、いやでも更新は必要だな。鳥系が出てきたら鉄砲の方が効きますからね。まあ南部薬式買っとくか。やっとアストラ M902 から変えられる。これほぼ初期武器ですね。よし、オッケー。で、いらないアイテムは売る。アイテム所持限界存在するのがなかなか手間ですかね。これか。あ、まあ弾は後でいっか。特に釈明もないし、ずっとだんまりした結果自然沈下したって感じですかね。炎上したら、発言も反応もせず何もしない方が割と正解かもしれません W。 あの炎上対策マニュアル的なああいったものをやるより、もう何もだんまり決めこもってるのがやっぱ一番強いんでしょうかね。下手に言えば、下手に発言すればね、火に油注ぐだけっていうね、そのパターンを考えればやっぱ正解なのか。いやー結構更新できるな。ならばとりあえず回復ですね。合体もしたいな。手頃なものがない。高級志向だったの。全ては主人公が悪いんじゃないかな。譲渡した上に PC 版は日本語版出しませんにならなかったからギリ許された感がある、うん、一応 PC にもちゃんと適用されたと。今からでも当事者たちが嘘偽りなく当時の状況を正確に報告してくれればいいんですが、うん、なかなかそれはねえ W。 ねえ、もう時間も経っちゃったし、もう関わりたくもないっていうのがありそうですね。あの代表になってる代表のあの方をね、貶めたいとかね、もう完全に恨みを晴らしたいっていう、そういった方でもいない限りはね、さすがに難しいですかね。あと10年ぐらいすれば昔を振り返ってね、思い出話する人いるかもしれないけど、さすがに現状では難しいですか。警察署、うん、あ、天道家と警察、裏の顔が見られるんでしょう。なぜ探偵に聞くんですかね。これうろうろするならば悪魔外しとこう。
このクラブは多分変わってないと思うけど。ここからどんどんダンジョンが地獄に変わっていく。でも最終手段としてそこに登場する悪魔よりレベルを上げてエストマ使って出現させなくした上でボスまで行って倒すっていうやり方ダメですか？最悪のそういうやり方ありじゃないかな。さっきやったテレビ局の攻略方法と同じやり方ダメですか？誰もいないところで何かの気配を感じることはない。精神科に行った方が。建物は立派だけど、ね、役に立ってるのかしら。ひどいこと言ったよね。中華街の秘密。慣れた人はみんなそんな感じだよ W。 マジか。やっぱ私のやり方間違ってないんだ。レベルを上げてエストマでダンジョンを敵と戦わずに攻略していくっていうね。はあ。ということはさっきのボス戦でも通用した戦闘中テトラカーンマカラカーン使い続けて悪魔に倒してもらうっていう戦法も合ってるのかな。まあどこまで通用するかわかんないけど。そういえば中華街確かに存在今のところ不明でしたね。ああ確かに開いてないね。ということは警察署の次あたり中華街があるのかな。となるとあれか、警察署も大きいけど市役所とかすんごい大きいですよね。よっぽど広いダンジョンなんでしょうね。ここなんか若干息苦しいな。肩こりひどいな。あ、またっていうかテレビ局攻略したからその報告かな。意外とまともな対応だね。いやちょっと待った、ただでは物事は進まないんでね。ちょっと心付け的なものはあってもいいんじゃないかな。お礼の言葉だけではね赤字なんですけど。あれに宝石5、6個くれるとかね、そういったのでもいいんだけど。ああ似たような話か。レート100円以上だといいな。ただ働きだったみたいですね。本当、ただお礼のことをいただけただけでした。
まあ20万でいっか。こんだけあれば装備更新できるでしょう。余ったら悪魔との交渉に使えばいいんで無駄にはならないはずだ。あと時間か。マルセのところでいい物件が出た。ほう、それって悪魔が出てきたからって逃げた人の物件かね。びっくりパックリポックリしてる。はあ、今日はこの辺ですな。 W ですね。ちょっと他も見てみたいけど続きは次回。お金は結構持ってますね。お金は配信外でもひたすらに戦っていたんでね、えマグネタイト30万ですか。あ、3万マグネタイトなんでお金にして30万分そこそこありますね。装備更新であっという間に消え去りそうですけど。あ、そういえば美術館で拾ってきた美術品、あれ売ればお金になるんじゃないかな。それも次回やりましょうか。まあ最悪配信外でインベントリー埋まっちゃったら売っ払うかもしれないけど。はい、ってことで今日はテレビ局打開しました。考えていたテトラカンマカラカン戦法が使える、ダンジョン内をエストマ使って突破する、強行突破する、この戦法が有効だというのが分かりました。今後繰り返すためにも、レベル上げは必要ですね。ということで今日はここで終了いたします。はあ、疲れた。ご視聴並びに書き込みや情報用書き込みやアドバイスありがとうございました。順番違うか。次回もまた女神転生ですね。新女神転生デビル様な。そんな感じで、また次回お時間ありましたならば適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ではまた、ハスタマニアなの方向で おやすみなさい。疲れた。あと肩こりひどい。軽くストレッチしてから寝ないと。この息苦しさがやばそうですね。ではでは。